はい、こんにちは、カンパパです。ちょっと道具紹介をしたいと思います。さっき届いたやつなんですけどね、エバニューのクッカーですね。これはですね、チタンクッカーの570ミリリットルですね。まあ実際の実用量はだいたい450ぐらいです。これチタンやらせるとエバニューめちゃくちゃまあいいもの作るんですが、非常に質感がいいですね。エバニューのチタン製品は好きでね、まあ、そんなに実際は使わないんだけど、これ前動画でちょうど1年前ぐらいですかね、ご紹介しました、これもウルトラライトのですね、クッカーの1番ってやつですね。これ驚異の 95g、 めちゃくちゃ軽いです。本当に持ってっか持ってないか分かんないぐらい軽いんですが、今回ご紹介したこちらはですね、570のカップは 55g ということで、まあ、重さ的にはこれの半分ですね。非常に軽いですね。でね、以前買ったこちらの中にはですね、実はFD400 という、まあ、非常に有名なカップがありまして、これをずっと中に入れてですね持ってたわけなんですが、400のカップとですね、この今回買ったこちらの570のカップ、まあ、綺麗に収まるというようなことですので、まあそうでしょうねまあそのように作ってると思いますんで、まあ、若干の隙間はありますけど綺麗に入ります。でこれはね、僕トークスの、まあ、蓋をねで使ってたんで、まあこのようになるわけですね。で実はですね、この570のカップ専用のリットがあります。こちらも買ってみました。570カップの蓋とね、非常に分かりやすく書いてあります。これももちろんチタンですね。非常に軽いです。この蓋もですね、まあ、なかなかいいお値段なんですが、これ重さ 22g ということで 70g ぐらいですか、 75g ぐらいかな、まあそんな感じになりますね。チタン製品ばっかで、鈍く輝いてるんですけど、実はですね、これこう見ますと、まあ、全部スタッキングが効くようなんですね。ちょっと入れてみましょうか。こちらのですね、エバニューのチタンウルトラライトクッカーの1番ね、これは満水でですね 600ml あります。さっきの570のカップがですね、これがもろ入っちゃうんですね。ここに FD400 を入れますね。蓋はそれぞれですね、これが FD400 の蓋、これが今回ねご紹介した570の蓋、これが600の蓋。若干浮くんですけど、まあ綺麗に、まあ、収まることができます。この3つをねこうやって比べると、まあこれはね FD400 の専用の蓋じゃないんで、これはただ上に乗っけるだけになっちゃいますけど、ウルトラライトの1番ね、これはね内側にはまるんですよ。このようにね、縁の内側に蓋が来る形になりますね。でこちらのね570のカップについては、これは内側じゃなくて逆に外側に来るんですね。だから縁の外に蓋がかぶる形になります。これはねいろんな理由があって、内側よりも外からかぶせた方が強度が高いというのが理由の一つだそうですが、非常に考えられてますね。で実はですね、この570の蓋はですね、この一つ上の 600mm の方にも使えます。ですのでもうこうあればですね、この2つどっち使っても同じということになりますね。こんな感じでですね、まあ、その入れ子をして遊んでるわけじゃないんですが、この3つがうまい具合にまあはまりますので、結構な金額になっちゃうんですけど、こういうのってね欲しい時って大体欠品してるものなんで、まあ、あんまり使わないの承知で、まあ、買ってます。僕みたいにちょっとねコレクションの趣味がある人にとってはですね、非常にギミック的に面白いんで、まあ、いいんじゃないかなと思います。あと最後一つですね、この赤いシリコンチューブがですね、まあ、この字型に上から下まで全部覆ってますね。まあ、これはこれでね非常にまあ、滑らないし厚さも伝わんなくていいんですけど、この570のやつはですね、見てください、上からしかですねチューブがついてません。でね、やっぱり下からガンガン炊きますから、どうしても下のチューブ溶けやすいんですね。現実的にまあ僕の他のクッカーもこの辺溶けちゃってますけど、まあ、上にあればですね、まあ、最悪ここを持ってできますので、これも一つの考え方かなと、まあ、そんな工夫がされているというようなことですね。
はい、今回ねご紹介したのはエバニューのチタンの570のカップですね。それと蓋、こちらになります。はい、ありがとうございました。うわ、いい匂い。